サーサーン内乱は、628年のサーサーアン朝の、ホスロー二世死後に勃発した、王位をめぐる皇族や貴族たちの間の内乱である。統一された政権が存在しなかったという観点から、サーサーアン長空一代とも呼ばれる。パフラブ派、パルシグ派、ニームルーズ派、シャフルバラーズ派などの派閥構想により4年の間に、多数の君主が目まぐるしく入れ替わり、 地方勢力は独立の傾向を強め、サーサーアン・アサは著しく弱体化した。最終的にほとんど最後の皇族の生き残りだった、ヤズデニルド3世が632年に衰退され、内乱は終結したが、翌年イスラーム共同体の侵攻が始まり、サーサーアン・アサは完全に滅亡することとなる。サーサーアン・アサの領土二十八年、サーサーアン・アサに、 最後の栄光をもたらした、ホスロー二世の知性が、アスパーフバド家のスパーフベドであるファールフ・ホルミズドと、彼の二人の息子、ロスタム・ファーロフザードと、ファールフザード、ミフラーン家の一族のシャフルバラーズ、バースタラッツォのアルメニア人の一派、そして最後に、カナーランギアーアンに一族のコンネットバイクといった、封建貴族たちの手で転覆された。月日、ホスロー世の息子か、 ワード2世は、アスパドグシュナスプと共に、クテシフォンを占領し、ホスロー2世を投獄した。カワード2世は、その後、自身が、サーサーン長の王であることを宣言し、ペイローズ・ホスローに、自身の兄弟と、イボ兄弟全員の処刑を命じた。その中には、ホスロー2世が最も愛した息子、マルダーンシャーが含まれていた。日後、カワード世は、ミフル・ホルミズドに、父、 ホスロー2世の処刑を命じたの協力を得て、ファールフ・ホルミズドを殺害した。しかし、彼女はその後すぐに、ファールフ・ホルミズドのムスコロスタム・ファール・オフザードによって殺害され、ボーラーンが復位させられた。ボーラーンは、パフラブ派とペルシグ派の指導者たちを引き合わせ和解させたが、後に、ベイローズ・ホスローが自らボーラーンを考察したことで、 両派の協調関係は敵対関係に逆戻りした。しかしロスタムやペイローズの部下たちはそれ以上の対立を望まず自分たちの指導者に再度の和解を強いた。こうしてそれまで身を隠していたホスロー2世の孫ヤズデギルド3世が統一君主として衰退された。サーサーン・ナイランはサーサーン・朝の力を著しく弱め、またその過程で 貴族たちの派閥化が進んだ。彼らは、イスラーム教徒がイランに侵攻してきた際に、ヤズデギルド三世への協力を拒み、王朝滅亡の片棒を担ぐことになった。ロスタム・ファーロフザードは、カーディシーやの戦い、ペイ・ローズ・ホスローは、ニハヤ・バンドの戦いで、それぞれ戦死し、ヤズデギルド三世も、東方へ追われる中で651年に部下に暗殺された。一方、 ファールフザードはイスラーム共同体と同盟、離反を繰り返しながら、タバリスタンに独立勢力を築き、バーワンド庁を開いた。ありがとうございます。